今月の食材の大根の生産者の方の畑にお邪魔しています。大根の美味しい食べ方や特徴を聞いてレシピ作りの参考にしていきます。収穫ゴー。こんにちは。こんにちは。ということで今回訪れたのは大根を生産している加藤秀夫さん、そして高子さんの畑です。一応この畑には今3種類の大根が入ってます。で、ちょっと下からじゃあ見ましょうか。見て分かるようにこれ赤くて、これはサラダ向きの大根なんです。普通なんですね。はいはい、この品種の名前は何て言うんですか。これはベニクルリっていう種類で、中カットすると分かるんですけど、こう赤く、中まで赤い。こうしてたくあん漬けにする大根なんですよ。ちょっと一本これ長い。そしてこれはよく見る青首大根だそうです。大根の場所によってどう味が変わるんですか。この下の根っこの先の方があのどんな大根でも辛いです。こっちに来るほど、首の上に来るほど甘みが多くて、でこの種類はね、またあの繊維がすごい細い、細かい、口に残らない。おろして付け合わせますよね、はい、そういう時はやっぱり先っぽが美味しいと思います。あと煮物には真ん中辺、あと上はぐっと甘いですから、甘い大根おろしが食べたい時なんかこっちをおすすめですね。で葉っぱはみんなあの茹でて、あの煮浸し、ほうれん草の代わりに煮浸しにしたり、あの炒めたりなんかして食べますけれども、あと刻んで彩りにしたりなんかもしますね。あとは塩漬け、はい、残さず食べれます。で皮はあの千切りにしてきんぴらにしたり、はい、うん。大根の美味しい見分け方などありますか。この首の青さが少ないほど、要するに土の中に潜ってるっていう証拠になるんで、この青いっていうのは上で出ちゃってるんですよね。だからやっぱりその白いとこが多い方が平均美味しいかな。今回は3種類の大根の特徴を教えてもらいました。どんな大根のレシピを考えてくれるのか楽しみですね。